アルヘシーラスは、スペイン・アンダルシア州カディス県のムニシピオ。2014年の人口は11万7974人。ジブラルタル湾の対岸に、ジブラルタルがある。713年、イスラーム勢力によって建てられた。1031年の後、ウマイア朝滅亡後、小国が分立する大破時代に入り、1035年から1058年までは、アルヘシーラスも、 独立国家であった。1344年、レコンキスタが進展する中で、カスティア王国のアルフォンソ11世によって、アルヘシーラスが攻略された。これにより、ジブラルタル海峡をキリスト教徒が確保するようになり、西地中海の交易に従事していたジェノバ商人などが、イベリア半島西岸に進出するようになった。1905年に第一次モロッコ事件が起きると、 翌年の1906年に、アルヘシラス会議がここで開催された。自治体市長は、アンダルシア国民党のホセイグナシオランダルウセ、カジェヒ派で、自治体表議員は、アンダルシア国民党、16、アンダルシア社会労働党、6、アンダルシア統一左翼、3、PAEP&2 となっている。アルヘシラスは、アルヘシラス司法官かつくに属し、 同管家区の中心自治体である、モロッコのタンジェ税、フェリーが出ている、アフリカ大陸のスペイン領セウタにも船便がある。また、欧州自動車道路の幹線の一つである、イーレー5号線の南側の起点が存在する。アルヘシラス港は、スペイン国内において、バレンシア港と並ぶ貨物取扱い量を誇る、大型港湾。2012年のコンテナ貨物取扱量は、 世界第33位、ありがとうございます。